はい、今日はですね、山梨県南アルプス市に来ております。本日の登山は、北岳、日本標高第2位の北岳に、登っていきたいと思います。今回のコースは、北岳周回コースとしまして、スタートは、広川原山荘からスタートして、そのまま、白根お池小屋でしょうか、そちらのお池小屋まで、目指していきます。でそこで一泊して、早朝に明日の早朝ですね、そちらから、アタックしていきたいと思います。白根お池まで約3時間となっております。結構時間かかりますね。まあマイペースに、登っていきたいと思います。スタートしてからですね、約30分ぐらい経ちますけども、もうすでにバテてます。きついです。紅葉は綺麗なんですけども、きついです。もうしょうがないですね。もうマイペースに、上がるとします。一旦ここでですね、行動食を食べたいと思います。ちょっとお腹が空きました。チョコレート効果、カカオ 72%。 はい、2回目の休憩でございます。ここからですね、この休憩場、まあ、ベンチしかないですけども、山が見えます。なんか白いものが見えますね。雪でしょうか。いやこの目の前の紅葉から奥の山、なんという山でしょうか。綺麗に見えております。はい、ずっと、樹林帯を歩いておりますけども、マイナス4たっぷりで、癒してくれてます。もうすぐですね、白根お池小屋に到着するかと思いますけども、気を抜かずに歩いていきたいと思います。落石注意と書いております。慎重に、歩いていきたいと思います。確かに、落石、滑落の危険性がございますね。はい、慎重に歩いていきます。ゆっくりゆっくり歩いていきます。あ、怖いなこれ。このような感じになっております。はい、ここを通る際は、お気をつけて、お通りくださいませ。眺めは、素晴らしいでございます。ガスが発生しておりますね。で歩いていきます。
ただいま、4時半でございます。おはようございます。寒さと口、眠くで口が回っておりません。非常にこの夜の登山道怖いです。本日北岳登頂に目指して、頑張ってまいります。iPhone40 Pro で撮影していますけども、この夜道、月の明かりとライトだけですけども非常に怖いです。ちょっと怖すぎるな。足元注意です。非常に怖いですね。足元注意で歩いております。あと寒いですね。防寒着など着てますけど寒いです。こちら、よく見ると登山道に見えますが、これ登山道ではございません。正解はこちらからです。間違いそうになりました。気をつけていきます。はい、東の方面だいぶ明るくなってきました。どんどん明るくなってきてほしいですね。それにしても、綺麗な朝焼けでございます。草すべりの、樹林帯の中に入ってきました。めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ怖いですね。もう足元を 100% 安全注意で歩いております。はい、あちら山陽が見えますけども、北岳でしょうか。山頂が見えます。あちらまでまだまだありそうなので、気を抜かずに、歩いていきます。もう少しで、太陽が拝めそうです。ここから見えるでしょうか。だいぶ標高を上げてきました。もうすぐ草滑りコースは、終わると思います。はい、分岐に着きました。太陽も出てきて、本日は最高の、快晴となっております。非常に、山頂での絶景が楽しみです。ここで一旦、休憩します。ちょっと疲れました。ちょっと休憩いたします。絶景です。太陽が昇りきって、明るくなりましたけど、絶景です。
下は、真っ逆さまの崖です。落ちたら止まらないでしょうね。非常に怖いです。私は、足元注意で、歩いていきます。はい、分岐ですね。片の小屋、北稜線分岐でございます。もう少しで、片の小屋に、到着予定です。はい、中央奥に見える山がもしかしてあれは、貝駒でしょうか、貝駒だけでしょうか。あともう少しで、北岳登頂に成功します。最後まで気を抜かずにやっていきます。山頂が、見えてきました。北岳の山頂が、見えてきました。やっとあそこまで見えるようになりました。はい、北岳、無事に登頂しました。絶景です。大絶景でございます。人も少ないです。いや最高の、絶景ですね。もう絶景としか言いようがありません。はい、この鳥は何でしょうか。分かる方いらっしゃいませんか。この鳥は何でしょうか。まさか、ライチョウではございませんか。最高のロケーションです。このままですね、20分ほど、休憩して、次はですね八本場のコルですか、そちら方面に下山して白根御池小屋ですかに戻りたいと思います。
はい、今から、下山したいと思います。下山コースは、八本場の、コルですか、そちらのコースをたどっていきます。綺麗な稜線が見えます。あちらは、納取岳の稜線となります。いつか、こちらの稜線も歩いてみたいと思います。めっちゃ怖い。これ怖い。これは怖い。やばい。やばい、これ。ちょっとやばいな。怖い。非常に高度感があって怖いです。非常に怖いです。一歩一歩慎重に歩いております。あー怖い。はい、やっと、分岐まで降りてこれられました。ここから、八本場のコル方面へ、降りていきたいと思います。怖いです。もうずっと怖さとの戦いです。めちゃくちゃ疲れます。この神経使ってめちゃくちゃ疲れます。怖いです。あ、やっと分岐だ。やっと分岐だ。長かった。やっと八本場のコルの分岐だ。次はですね、こちらの方面に、降りていきます。もう断崖絶壁ですか。もう緊張と興奮で疲れがやばいっす。ちょっとこの分岐で、水分補給をしておきます。休憩します。疲れました。足もフラフラで力があまり入りません。ちょっと体力回復に努めます。ひたすら下る。ひたすら下に降りる。足がもう生まれたての小鹿のように震え出しました。これはどうなるものか。はい、今からこれを、降りていきますけど、なんかもう湿ってます。非常に滑りやすそうです。怖いです。これちょっといけるかな。これうわぁ、ぬかるんでるなぁ。はい、ひたすらガレー場を下っています。
非常に滑りやすく湿っています。結構もうちょっと予想していたよりかちょっと時間がかかっています。まあしょうがないですね。急がずマイペースに降りていきます。下から上を見ると結構な急斜面です。これを登っていく人がいましたけども、すごいな。多分私には無理です。この急斜面はちょっと無理ですね。めっちゃ滑る。よし。めっちゃ滑る。めっちゃ滑る。いやー、だいぶ降りてきました。あともうちょっとです。分岐までもうちょっとです。はい、もう一歩一歩無理せず歩いていきます。やっと分岐が見えてきました。これを、白根御池小山での方面まで、歩きます。この八本場残る崖沿いの下り、非常にきつかったです。今までで一番きつかったです。無事でよかった。まだ下山までまだ少しありますんで、気を引き締めて、歩きたいと思います。あ、やっと小屋だ。やっと小屋だ。はい、白根御池小屋まで戻ってきました。ここで、15分ほど休憩して、昨日来た道を戻って、下山終了となります。はい、非常に楽しい山旅でした。また必ず、戻ってきたいと思います。来ただけ最高です。何回でも登りたくなります。また絶対に、行きたい、山旅でした。